今日、松康弘は、日本の文部科学官僚。北海道大学大学院工学研究院教授や、内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官を、経て、文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ、政策立案総括審議官。大阪府貝塚市出身。大阪府立岸和田高等学校を経て、1988年。 立命館大学法学部卒業。立命館大学法友会出身で、後に法友会同窓会法友会に所属。1988年科学技術庁入庁。外務省在ロシア日本国大使館一等書記官。文部科学省大臣官房国際課、国際協力政策室長、独立行政法人科学技術振興機構理数、学習支援部長。 国際科学技術センター事務局次長等を経て、2010年文部科学省科学技術学術政策局調査調整課長。2011年文部科学省科学技術学術政策局科学技術学術戦略官。2012年から北海道大学大学院工学研究院工学系教育研究センター教授を務め、担当の工学院共通科目。 科学技術政策特論に北海道大学 OB でもある土屋さだゆき客員教授を招聘するなど教弁を取った2014年文部科学省研究振興局基礎研究振興課長2016年内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官2018年内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官2020年文部科学省 大臣官房サイバーセキュリティ政策立案総括審議官2021年科学技術振興機構副理事ありがとうございます